こんにちは、ひつじ熊です。お久しぶりです。投稿が長く空いてしまいました。この間に何をしていたかというと、お引っ越しをしていました。それでお引っ越しがバタバタしている間に、実は登録者数が500人を超えまして、皆さん本当にありがとうございます。500人を超えたので、投稿？ん？違うな、なんか文章でメッセージをチャンネルの中で書ける機能が増えたみたいなので、その機能を使ってちょっと投稿が空きます、お引越しをするのでみたいなことをお知らせしようと思ってたんですけど、やり方がなかなか分からず、分かった頃にはもう動画でお知らせしようかなと思っていたら、だらだらと動画も撮らずこのようになってしまいました。すみません。今日は久しぶりなので編み物ラジオ的な、皆さんの編み物のお供になるような動画を撮影したいと思います。本当はまだ引っ越しの片付けなどまだ終わっていませんので、また動画の更新が止まったりすることはあるかなと思います。ただもう一本動画をすでに撮影して編集中なので、それがボツにならない限りはもう一本は割と早く上がると思います。ちなみに編んでいるものは、動画でも何度も出てきているラナンキュラスです。緑広瀬さんのパターンです。毛糸もこれまた何度もご紹介している毛糸雑貨ストアーズさんのプリンセスリリーです。ウール 100% の中細の毛糸なんですが、メリノウールが 40% 含まれているので、チクチクしないし色も可愛くてお気に入りの毛糸になりました。こんなことを何度も言っていたら、私の動画を見てプリンセスリリーを買いましたって言ってくださった方がいて、もう本当に嬉しかったです。毛糸愛が伝わって嬉しいです。ありがとうございます。ちなみにこのラナンキュラスはもう結構編み進んでいまして、写真を出しますね。全体のもう好きなだけ丈を伸ばす段階に入ったので、どこまで編むか悩んでいます。何回か来てもうそろそろいいんですけど、若干前かがみになった時に背中が出るかな、どうかなっていう丈になってたので、あと数段編んでゴム編みを入れようかなと思っています。ラナンキュラスの話はこの辺にして、今日はタイトルにもある通り人への贈り物、編み物する時のお話をしようかなと思います。編み物ラジオです。皆さん1個前のエピソードなんだっけな、71かな、ちょっと待ってください。エピソード74の友人へプレゼントを編む日々の Vlog を見てくださったでしょうか。短い動画なのでぜひ見てくださると嬉しいです。その中で友人にプレゼントをね、編む様子を Vlog 形式でまとめさせてもらいました。動画の中でお相手の友人がどなたかはお伝えしていないんですが、実はよっちゃん屋のよっちゃんにプレゼントを編んだ時のものでした。よっちゃんのよっちゃんのチャンネルで私が編んだお花のポーチを紹介している動画があるので、概要欄にリンクを貼らせていただいております。よっちゃんのよっちゃんはこちらのよっちゃんヤンをね、先日くださったんです。かわいいでしょ。でそのお礼にお花のポーチを編んで送ったっていう感じかと思われるかもしれないですが、あれは建前です。
よっちゃんもよっちゃやんのお礼はしないでねみたいな、まあ、言葉で感謝は伝えたり動画で感謝を伝えたりはしたんですけど、なんかお返しのものとか送らなくていいですっておっしゃっていたんですが、私がねずっと最近自分のものばっかり編んでたら自分以外の人のものを編みたくなっちゃったんですね。自分のものを編むのと人への贈り物を編むのって全然個人的には違って、同じぐらい好きなんですね。私は昨シーズンの秋冬は本当に家族や友人にたくさん編んで、ちょっとパーセンテージが高かったなぁとは思ってるんですが、今シーズンの春夏は本当に自分のものしか編んでなくって、人へのプレゼントが編みたくなっていた時によっちゃやーんが送られてきて、これは渡りに船と思って、あのよっちゃんが欲しいって言ってたお花のポーチを編ませて送らせていただきました。人編み物する時の何が楽しいって、まず自分のを編む時は結構妥協をしがち、なんかちょっとミスっちゃってもまあいっかで終わらせちゃったりするのを、友人へのプレゼントとかだとできるだけ完璧に編もうと頑張れるんですよね自分のももっと頑張れって感じかもしれないんですが、私はあの自分以外の人へ編み物をする方が丁寧度が上がるんですだからすごく勉強になる部分もあって、なんか自分が成長できるんですよね、人へ編み物すると。なんか自分のだと、もう何回も言ってるけど妥協しがちなところをしっかり調べて編んだりするので、自分が成長できるし、しかも私サプライズとか結構好きなんですよ。だからよっちゃんがすごい驚いてくれてハッピッピでした。で今これを撮影しているのは8月なんですけど、8月ってまだ結構暑いじゃないですか。だから身近な人で編み物で作ったものを送れる相手がいないんですよね。私コットンの作品をほとんど編まないのもあって、まあ皆さん私の友達とか家族とか気にしないかもしれないけど、この時期に編み物のプレゼントをもらっても反応に困るかなとかなんだろう、私でもすぐには使えないものだったりするので、というわけでまあちょっと人へのプレゼントとかをなかなか今の時期編めなくって、ちょっとフラストレーションが溜まっていたところに、よっちゃんがよっちゃやん送ってくれたので、お礼という建前で私の自己満足に付き合わせてしまったわけです。よっちゃん受け取ってくれて本当にありがとう。だからもしこれから仲良くなって私からこうプレゼントとかが届いた時に、あのお礼とかはしないでくださいねもうこっちが本当に勝手にやってることなので、まあ、言葉でありがとうって言ってくれるのはとっても嬉しいんですけど、何かお返しとかが来ちゃったら困っちゃうのでそれはしないでくださいお返しとかが来たらね、もうなかなか自分勝手に送れなくなっちゃうので、まあ、そんなことがあった場合にはそういう風によろしくお願いします。今年も夫に靴下を編もうか迷っています。今夫の靴下はですね、動画でも結構紹介してたんですけど1個しか編んでないので洗い替えがないんですね。編もうかな。夫へはね、なかなかね、もう真剣度は下がるんですよね前にその編んだ唯一の靴下もかかとがもうぐっちゃぐっちゃになっちゃって
穴が開きまくったし。なのでまあ次はもうちょっと上手に編めるといいなって思っています。じゃあちょっと、ごめんね。でまあ先ほど話題に出たエピソード74、友人へプレゼントを編む日々の Vlog っていうのを初めてあの形式で撮影編集したんですよ。いや難しかったです。とっても短い動画なんですけど、あの方式はもう諦めようかなって思うぐらい私には向いてなかったです。なんかあの方式と言っていいのか、もう亀とすっぽん、あ違った、月とすっぽんぐらい差があるんですけど、憧れている編み物のね YouTube をされている方があんな感じな、こう編む日々の様子をまとめて動画にして YouTube に上げてくださっている方がいて、まあもう皆さんご存知だと思うんですが、憧れの編み物 YouTube の方は犬ニッティングの犬ちゃんです。もう犬ちゃんの動画超おしゃれなんですよね。まあ、そんなちょっとおしゃれな動画が作りたいなと思ってあの方式にしてみたんですけど、まあ難しい難しい、もう全然無理でした。影も形もないぐらい全然無理でしたね。もう一応ね、あの編みながら、あのお花のポーチを編みながら休憩してる時にブドウゼリーを食べてるシーンとか撮ったんですけど、いらないいらない何それっていうシーンでした。カットしたしも削除したんですけどね、おしゃれなシーンは撮れませんでした。私はこういう風におしゃべりしながら動画を撮るのが向いてるというか、これしかできない感じですね。ちょっと長い動画が、こうおしゃべりしてる動画がアップされたら嬉しいなっていう、あの言葉を何度かいただいたので、今回はちょっと長くなるといいなと思って撮影しています。普段は30分ぐらい動画を撮影したら、あのだいたい15分ぐらいの動画に仕上がるんですけど、カットする場面が私は多くてですね、だからあのこの動画長くしたいと思っているので、ちょっと話題があっちこっちに行くと思いますがお許しください。でまた1個前の動画に戻るんですけど、それね、動画の中ではよっちゃんのよっちゃんにプレゼントをお渡ししたっていう風には明言をしていなかったんですけど、あの私がその動画を上げた日に、よっちゃんの方がポーチと一緒にあのお渡ししたこれだね、このビスケット、ロータスっていうビスケットをよっちゃんが動画の中で召し上がっていて、それであの後々きっと羊熊さんはよっちゃんにこのポーチをあげたって分かっていましたっていうあの DM をいくつかいただきました。あとよっちゃんの方にも、あやっぱりよっちゃんにだったんだみたいなコメントがいくつか来たようです。皆さん鋭いですね。でもあえて明言をしてなくって、まあ、それは私が勝手に、本当に自分勝手に編みたいから編んで送っちゃっただけなのに、皆さんよっちゃんがお礼とかしないでいいですよって言ってるのに、こう皆さんがお礼をしなきゃみたいに思ったら、よっちゃんはそういうことを望んでいないのにそう思わせてしまったら嫌だなと思って明言してなかったんですけど、まあ私の動画を見てもちょっと匂わせ的な要素があって、まあ最たるものは動画のね、その1個前のエピソード74の Vlog の最後にね、よっちゃやんが急にね映ってるっていうところがあったりして、なんか匂わせをしているみたいだなって自分でやっておきながら思ってしまいました。私7月の間にバチェロレッテというAmazon プライムのプライムビデオを夫と一緒に見ていて、
普段ね、そのシリーズ、バチェラー、バチェロレッテシリーズっていう、あの、そういう番組があるんですけど、まあ、内容は置いといて、まあ、その中で、あの、過去のバチェラー、バチェロレッテシリーズを調べていて、匂わせっていう言葉を知りました。私もやっとるやん、それって思いました。はい、ではだんだん長い動画になってきたので、こんなに長い動画は見ている、ここまで見ている人は少ないと思うので、500人を突破した時とか、それに関することをお話ししたいと思います。で、本当に500人を突破させてくださってありがとうございます。これで、あの、文章による投稿ができるので嬉しいです。もともと400人前半ぐらいの時に、編み物友達の編みピッピちゃん、概要欄にリンクを貼っておきますね。編みピッピちゃんの YouTube チャンネルがあるので、編みピッピちゃんのライブを見ていたら、編みピッピちゃんが温野菜っていうね、あの、しゃぶしゃぶのお店に行ってきたっていう話をしていて、いいなと思って、アミピッピちゃんのライブはね、よく夫と一緒に聞いたりしているんですけど、それでしゃぶしゃぶ温野菜いいなって思って夫に言ったら、じゃあ500人達成したらしゃぶしゃぶ温野菜に連れて行ってあげるって言ってくれて、500人あの無事に達成しましたので、連れて行ってもらいました。ありがとうございます、本当に皆さん。しかもその500人をね、達成した日が実は私の誕生日だったんです。だから誕生日ディナーに温野菜に行かせていただきました。で、実はその誕生日の日にインスタライブをね、あの、ちょっとだけしたんですよ。ほんの少しの間だけインスタライブをしていて、まあ、それはなぜかというと、もともと500人を超えたら仲良しの編み物友達さんや憧れの編み物をされる方がライブ配信をしていて、やってみたいなと思って、500人を超えたらライブ配信挑戦したいと思いますって仲良しの編み物友達さんには結構宣言していて、まあ、それの第一歩として、まあ、ちょっとあの手順配信方法とか、あの、ちゃんと向こう側に声は聞こえるのかとかが知りたくって、インスタライブをしてみました。本当にね、急に配信したんですけど、結構たくさん、私からするとたくさんの方が聞きに来てくださって、もう本当は声聞こえますかって言って、聞こえますよってコメントが来たら終わろうと思ってたんですけど、なんかそんな失礼なことができないぐらいたくさん来てくださって、で、皆さん500人おめでとうございますとか、お誕生日おめでとうございますっておっしゃってくださって、もう本当に嬉しかったです。ありがとうございます。それで、まあ、その後すぐに、まあ、結構引っ越しが忙しくなって、まあ、引っ越しが落ち着いたらライブ配信をまた始めようかなと思っております。今のところ、あの、インスタライブはやり方が分かったんですけど、 YouTube ライブはまだやり方が分からなくて、多分配信できるのかな、どうなんでしょう。1000人を超えないと iPhone から、私 iPhone8 を使ってるんですけど、撮影も編集も全部 iPhone8 なんですけど、なんかモバイル配信は1000人を超えてからみたいな風に出て、調べてみてもそういう風になっているんですけど、なんかでもできそうな感じがするので、またいつか試すかもしれません。で、もしこの動画をね、こんな長い動画をここまで見てくださっている人の中で、インスタライブを初めてした時に来てくださった方がいたら、あの時私マスクはしてたんですけど、顔出しでライブ配信をしていまして、まあ、それは後々一緒にこうコラボさせて
もらいたいなと思っている編み物 YouTube の方が顔出しでされている方が何人かいらっしゃいますので、まあ、その時に、まあ、画面のバランスを取るために、まあ、マスクはしてるかもしれないんですけど、まあ、顔出しでするかもしれないなと思って、まあ、なんかまあそれならまあ練習、それも練習がてらしてみようと思ってインスタライブは顔出しでやっていたんですけど、あのコメントを見ながら編み物をするときに、こう編み物をするときは下を向いて、コメントを見るときはこう画面を見るために顔を上に上げる関係で、ちょっとかなり目つきが悪く見えてしまったり、まあ、とにかく緊張で汗をかいてしまって、どん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 前髪がね崩れていったんですよインスタライブの時。なんかそんなのも気になってしまったので、ちょっとしばらくは顔出しではないライブ配信でお話ししたり、一緒に編み物をしてくださる方がいれば一緒に編み物をしたいなって思っています。だからあの手の配信だけにしばらくはなるかなと思います。ただまあコラボをもしすることがあれば、まあ、相手方に合わせる可能性もあります。というどうでもいい指針でした。で、500人を超えたらもう一個、私今まで実は自己紹介の動画が一つもないんですよね。もう70本以上動画を作っているんですけど、あの投稿第1回目から一切自己紹介をせずにここまで来てしまってですね、まあ、1本目に自己紹介をなぜ入れなかったのかというと、まあ、ちょっとどうせ見る人なんていないかなって思っていて、私の動画を、もちろんまあだから最初はね、あの 見る方は少なかったので、まあ、自己紹介をねする必要もないんじゃないかって思ったのかな、多分。でまあそれがずるずると来て自己紹介をねしていなくって、自分の編み物遍歴、まあ、編み物の歴史、始めたきっかけとかをお話ししてなかったので、まあ、500人を記念してまあ私の中で勝手に記念してるだけなんですけど、その自己紹介の動画をアップしたいなって思ってるんですけど、ちょっと今ね撮影したい動画が立て込んでいまして、いつになるかな、どうかな。なんか本当はこの日までに出したいみたいな動画もあったのに、全然引っ越しの片付けに追われていて、今もまだ段ボールハウスなんです。なぜかというと私はとっても整理整頓が苦手なので、なんか次こそちゃんと考えて収納しようと思ったらなかなか収納できなくってこれでいいのみたいなのを悩んでるうちに全然進まないんですね。どうしたものかな、まあ、というのでまだ片付けが終わっていないので、撮りたい動画はたくさんあれどなかなかですね。いやーごめんね、よっちゃん、あ、よっちゃんやんだ。でさらに追い打ちをかけるのが、実はこの撮影も編集もしている iPhone8 がですね、壊れかかっているんですなんか画面の右の方がですね反応しづらくなってしまって、反応しづらい時と反応しない時と、なんかこう反応しすぎる時、押されっぱなしになってるみたいな感じで右側が不調なんですね。だからそういう時にインスタグラムのストーリーズで右下の方にいいねボタンがあるじゃないですか、あれが押せなかったり、あと YouTube を見てる時に広告のスキップボタンが押せなかったり、あとまあ編集も右の方を使うこともあるので、そういうちょっと不調があって、また動画を投稿するまでに間が急に空いたりしましたら、iPhone 壊れたのかなって思ってください。あとまあ引っ越しの片付け終わんないんだなって思ってください。それであの思い出した頃にまた動画を上げたりすると思いますので、その時に見てくださると嬉しいです。
当はねもっといっぱい動画を投稿したいくらい撮影したい動画がたくさんあるんですよ、頭の中に。本当はこんな500人も行くと思ってなかったし、私がこの YouTube を始めた頃はこういうおしゃべりしながら編み物をしてくれる編み物ラジオ的な番組じゃないチャンネルがあんまりなかったように思っていて、まあ、私自身の検索の方法が悪かったのかなと思うんですけど、最近この感じのこう編み物しながらおしゃべりをしてくれる方がとっても増えてすごい嬉しくって、もう私は動画投稿やめようかなと思っていて、なんかいないと思ってたから自分で動画を作って自分が編み物するときに最初の方は聞いてたんですよ。気持ち悪いって言わないでください。そう、でも最近すごくなんかもう見切れないぐらい編み物ラジオ的なね、投稿してくださる方が増えて、まあ私はもういいかなって思ってたんですけど、なんだかんだ続けていますね。でもおしゃべりするのがあんまり上手じゃなくって、正直15分とか20分の動画が限界なので、今回はねちょっと長くおしゃべりしようと思って頑張っているんですけど、ちょっとそろそろ限界がやってきて、おしゃべりがね下手くそなんですよ。こんなんでライブ配信できるのかなって自分でも思っていて、ちょっとあー間違えた、ここからアナキュラスゴム編みに入りたいから針のサイズを変えないといけないんだ。そうだそうだ。すいません、お騒がわせしてすみません。何の話してたっけ。あ、そうだ、このね長いおしゃべりをするのが苦手なので、これからもなんですけど、時々おしゃべり動画はもちろん出すけど、あんまり長くないかもしれないなって。長い動画がね好まれるのはねわかるんですよ。私も編み物するときに長い方が嬉しいんですけどね、なかなかおしゃべりが上手じゃなくてすみません。で、まあちょくちょく企画もの使った針のレビューとか、なんかこう編んでみた感想とか、まあそれもおしゃべり動画なのかもしれないけど、私的には企画ものって呼んでます。そういう企画ものの動画もね今まで通りあると思いますが、おしゃべり動画じゃなくても見てくださると嬉しいです。 Vlog みたいな字幕が入ってるおしゃれな動画はちょっと無理ですね。あ、バカ。え、なんで表編みしたんだろう。ここから一目ねじりゴム編みでした。というわけでラナンキュラスもあとちょっとで完成しそうな感じです。あんまりゴム編みを長くしないつもりです。だからもうパターンは見てないですね。パターンは何段とか何センチとか多分あると思いますが、どうしようかな。で、次は何編もうかなって思っていて、いくつか候補があるんですけど、今のノコ2つに絞っていて、ダークホースが1つあるんですけど、それはね完全英文パターンなのでちょっと難しいし、糸も細いし針も細いパターンなのでそれはちょっと無理かなと思っていて、まあ、候補の中の1つはもう1回ラナンキュラスを編む
で今はねあのフィンガリング中細の糸で編んでいるんですけど、並太の糸と、まあ、モヘアみたいなタム糸、毛足がある糸を引き揃えてフォワフォワなラナンキュラスを編むか、同じ糸であの緑広瀬さんのスノーウィーフォレストというあの可愛いセーターがあるんですけど、そちらを編むか迷っているところです。着分がどちらか片方しかないので、どちらかを編むつもりなんですけど、どうしようかなって思っています。あ、そうだ、袖を何度も着て袖を長さを確かめながら編んだんですよね。先に袖を編んだんですよ。それで完璧っていう長さで編んだんですけど、なんと身頃を編んだら身頃の重さに引っ張られて、こう袖もこうちょっとこう引っ張られちゃって、中心になんか勝手に八分袖みたいになっちゃいました。なんかちゃんと手首が隠れるぐらいが好きなんですけど、もう丸見えで若干ねそれは悲しいんですけど、まあ仕方ない。皆さんももし袖をね編まれる場合、袖をね先に編むの私はね絶対それがいいんですよ。だって身頃編み終わってまだ袖が2本もあるってなったら疲れちゃうので、それはねあの袖を先に編んだことは後悔してないんですけど、もし次ね袖を先に編むならちょっと長めに編みます。まあ、袖長いぐらいが好きなので私、ちょっと長めに編んで、ちゃんあの身頃編んで引っ張られたとしてもちゃんと手首が隠れるぐらいの丈で編みたいと思っています。なんかお話が2点3点しましたが、最後まで聞いてくださった方がいらっしゃいましたらありがとうございます。もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録をしてくださるととっても嬉しいです。なんか毎回終わりの挨拶が結構違うんですよね私。なんか決めたいな。だいたい始まりはこんにちは羊くまです、今日は何々をしますみたいな感じである程度決まってるんですけど、次の動画でもお会いできると嬉しいですは結構言うんですけど、その前にグッドボタンとチャンネル登録をしてくれると嬉しいですって言うと、なんか嬉しいです嬉しいですになっちゃうんですよね。もしよろしければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますがいいかな。では次の動画でもお会いできると嬉しいです。急に終わります。羊グマでした。バイバーイ。